OECD 各国における、成人の健康事故申告。How is your health in general, にグッドまたは、ベターと回答した割合。健康とは、心身ともに、健やかな状態であること。疾病の予防や、健康の保持、増進などを健康管理といい、体の状態のみでなく、精神の状態を表すときにも使われている。健康の概念は、 1948年の設立における世界保健機関憲章の全文にある以下の定義が有名である。この定義は健康に関連する権利が不可分かつ相互依存であることを示している。世界保健機関は1999年の総会で健康の定義として以下の定義を提案しているが審議には至っていない。 協調は1948年との変更箇所。社会的な健康の概念は、健康の社会的決定要因により説明される。すなわち、裕福で、富の分布が公平な社会に住む人たちは、健康である。また、どのような社会においても、社会的地位が低いと、平均寿命は短く、疾病が蔓延している。 生活保護の健康に関わる日本国憲法に定められている健康については、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。とあるが、生活保護の生活扶助は最低限を基準とする場合、 十分に満たすことが可能であるも、費用設定が低いため三大栄養素以外の栄養については、厚生労働省の定める推定平均必要量を満たせず、微量栄養素栄養失調により直接死にはつながらないが、病気や怪我にはなりやすく、身体的、精神的に完全に良好な状態とは言えず、病的な状態となり得る。そのため、 日本国憲法25条の規定に国は沿っていないことになる。健康づくりのためのオタワ検証では、健康を達成するための前提条件が明示された。平和住居教育食料収入安定した、環境持続可能な資源社会的構成と公平。これらの健康の前提条件は、1998年に健康の社会的決定要因として整理されている。 健康観とは、個人が健康という事象をどう捉えるかという、健康に関する主観的な基準であり、人は、各々の健康観に基づいて、自分の健康状態を判断にしたり、健康に関わる行動を決定している。健康観は、各人の社会的属性、人的属性により異なり、変化するものである。社会的属性とは、会社、学校、地域、 国、文化などであり、人的属性とは、性別、年齢、身体状態などである。感染性疾患から、慢性疾患へと社会の疾病構造が変化するにつれて、病気と対峙する健康から、豊かな生活を送る上での健康へと健康感も変化しつつある。オタワ検証では、健康は、生きる目的ではなく、毎日の生活の資源であると謳われ、 病気を一定の制約として受け入れた上で、与えられた機会の中でより良い生活を送るために、自らの健康をコントロールする、ヘルスプロモーションの理念とともに、新しい健康観を打ち出している。医学、福祉に従事するものは、健康を、医科学的側面と価値観的側面の両立を、成し得てこそ維持されるものであり、その点で健康観的な研究、あるいは知識を身につける。 健康観の研究は多分野によるアプローチが行われている。健康観の研究は医科学的な分野ではない。文化学的、学際的要因と関連がある。そのため、これに研究従事する人々の属する分野は様々である。世界保健機関は1948年の検証にて達成可能な最上級の健康水準を楽しむことは人種。 心情、政治理念、経済的社会的状況に関わらず、全人類の基本的権利の一つであると宣言している。1966年の国連総会で採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約では、健康権は達成できる最高水準の身体的精神的健康であると説明されており、政府の義務は、 健康の前提条件の整備と医療の提供の両方からなると理解される。以下は、英規約で健康権を説明するとされる第12条である。第12条この規約の定約国は、すべての者のが到達可能な最高水準の体を呼び、精神の健康を享受する権利を有することを認める。この規約の定約国が一の権利の完全な実現を、 達成するために取る措置には、次のことに必要な措置を含む。死残率及び、幼児の死亡率を低下させるための並びに、児童の健全な発育のための対策環境衛生、及び、産業衛生の、あらゆる状態の改善伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧病気の場合に、すべてのものに医療及び看護を確保するような条件の、 創出、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約。1980年に日米連は健康権について憲法の基本的人権に由来し、すべての国民に等しく全面的に保障され、何人もこれを侵害することができないものであり、本来、国、地方公共団体、さらには医師、医療機関等に対し、 積極的にその保障を主張することのできる権利であるとしている。1980年代から国際連合などいくつかの団体は健康と人権との関係からその国際的責任は別々ではなく一つのものであると認識するようになってきている。1994年の国際人口開発会議と世界女性会議の協議文書は 国際合意文書上で健康と人権の具体的なつながりを認め、また健康と人権について政府は二重の責任を負うということを示した。1990年代後半以降、健康権の法的内容、構造や国家の義務が検討され、2000年代に入ってからは、その保障に向けた国際的メカニズムも徐々に構築されている。国際連合人権理事会は、 到達可能な最高水準の身体的及び精神的健康を享受する権利に関する国連特別報告者を任命し2002年から2008年8月までポールハントが務めたハーバード大学医学部によると健康を維持することは偶然ではないそれは賢いライフスタイルの選択を必要とする健康を維持する食事には玄米などの全粒穀物 ピーナッツなどに含まれる食物繊維、新鮮な果物や野菜、不飽和脂肪、オメガ3脂肪酸が豊富な食品が含まれる。白米、麺などのような生成穀物、クッキーなどの加工食品を摂取しないことは、健康的な食事のもう一つの要素であり、お菓子、砂糖で甘くした飲み物は食べない方がいい。健康のためには、身体活動も必要である。 医師との良好な関係を確立して、喫煙しなく、隠れた癌、または高血圧、糖尿病、悪玉コレステロールをコントロールすること。待機汚染を防ぐために、家庭用ガス機器を使用せず、エアコンと空気清浄機のフィルターを定期的に交換し、空気質指数が不健康な場合は、交通渋滞の近くでの野外活動を避け、 外出するときは N95 マスクを着用すること。シックスクオニ HP。ありがとうございます。